スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画ではループイフダン戦略と検証シリーズ、リアル講座編第3弾ということでですね、まあ、60万円スタートしました、リアル講座での、成績と、そして今回戦略の変更もあります。まあ、戦略の変更というとちょっとかっこいいですけども、早い話が損切りしました。大きな損失を垂れ流していた米ドル円の売りですね。あれを、止めました。その様子というかね、手順については1本前の動画で、はい。アップロードしているので、まあ、ちょっと興味ある方は見てください。で、動画の最後にいつもの告知があります。で、前回までですね、はい、ループイフダンの売り。ね。まあ、これも2000通貨が1000通貨だったらとか、あとですね、本当はこれ買いでやるつもりだったんですけども、これもね、入金の時もたついて、そうしているうちに為替が上がっていったんで、いや、売りに変えようって変えちゃったんですよね。まあ、そのあたりもあって、はい、まあ、ここで売って、もうここまで我慢しましたね。ただもう、私が引いているサポレージの 107.2 をもうブレイクしたので、もうダメだと諦めました。で、まあ、実際に損切りして、まあ、この次の画面出しましょうか。はい。かなりね、大きな金額です。60万円で、しかももう4日5日でですね、10万円の損失。まあ、正直痛いですけども、気持ちはすごく晴れ晴れしてますね。やっぱり損切りって大事だなって、もう何年やってるんだお前っていう話なんですけども思いました。で、新しく動かした売買システム、今日の、朝に稼働させたんですけども、はい、ループイフダンの5ドル円の B20、今回はもう買いです。買いの売買システムで、取引数量2000通貨。でですね、まあこれ20銭ごとに、まあ下がっていくとさらにポジション積み上げていくタイプなんで、まあ1円で考えると、ごめんなさい、1円で考えると5ですよね、20×、ごめんなさい。1円が100ピップスなんで、20で割ると5ですよね。で、最大ポジション数25にしているので、まあ、5円ぐらいまで逆方向に行っても耐えられるかなということで、動かしたのが、80円台後半なので、はい、5円ということは75円台後半ぐらいまで落ちてきても、とりあえず、最大ポジション数ギリギリまでで、まあ、含み損はかなり膨らみますけども、はい、という感じになるかなと。まあ、なってほしくないですけどね。理想としては、まあ、せめてこの辺りぐらいまでで、止まって、この辺りで上下。悪くてもこの辺りの上下ですね。はい。まあ、そうなってくれるといいんですけれども、なんせここ最近のね、為替の値動き、ボラティリティがすごく大きいのでですね、まあ、5ドル円に関しても、まあ、どうなるかわからない。ただ、まあ、ね、今回は買いなので、スワップポイントも狙っていけるので、まあ、ちょっとね、やっぱり一気に取り戻そうと思うと、またえらい目に遭っちゃうんで、まあ、そこはね、はい、もう最初の、9万円、10万円損したのはもう授業料だと思って、これからゆっくりと取り戻していけたらなと思います。ただ、ゴールド円の為替が大きく動く場面があれば、また変更もしていきたいと思いますので、そちらもね、YouTube もしくはブログの方で、アップロードしたいと思います。ということで、次告知ですね。はい、ループイフダンまだ、やって、おられない方、始められていない方は、私のブログとの限定タイアップキャンペーンというのをやってます。そちらから講座解説しますと、特典がついてきます。はい。で、オンラインで講座解説の申し込みができるということで、URL を貼っておきます。はい。ということでね、今回またループイフダンに関するお話でしたけども、これ以外にも、投資に関するいろいろな情報を配信していきたいと思います。で、私のブログはこちらの2つあってですね、ブログの方も、最近頑張って更新しているので、よければ、スマートフォン、タブレット、パソコンなどのお気に入りブックマークに入れておいてください。最後までご覧いただき、ありがとうございました。頑張ります!これから運用ね。